今回の文化施設へ行こうは、金沢能楽美術館で行われている特別展、能楽師大鼓方飯島六之助家を紹介します。能楽師大鼓方飯島六之助家と題し、金沢が誇る能楽師の家飯島家をご紹介しています。飯島家は江戸時代、町役者として前田家のお殿様が能を舞う傍らで林の大鼓を務めたお家です。明治維新で能楽が衰退し、自身も藩から与えられていた仕事を失う中で、金沢から能楽の復興に尽力しました。今は10代目飯島六之助先生が金沢を中心にご活躍されています。藩主から拝領した品や当時を伝える古文書、写真、能楽に関する品など多様なコレクションから現在まで約300年続く飯島家の歴史をたどります。解説パネルもご用意していますので、気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。金沢能楽美術館ではその他にも様々な催しを行っています。石川県立能楽堂で毎月1回ある定例能に合わせて、能楽師の先生と事前学習できる社体の会を開催しています。また夏と冬の期間、毎土曜日に催されるイベント観能の夕べに向けてのプレ講座も開催しております。次はこの冬に開催予定です。11月7日から3回特設会場にて現代能面美術展を開催します。今年で16回目を迎えるこの公募展は、全国から応募いただいた能面を一堂に展示するものです。多様な種類の能面が集まるまたとない機会ですので、ぜひお越しいただければと思います。金沢市のサイト金沢ミュージアムプラスでは、当館の所蔵品を一部公開しております。 3D 作品の展示や高精細で装束を見ることができます。少しずつですが内容が充実していくよう頑張っておりますので、気が向いた時に検索していただければ幸いです。金沢能楽美術館に関するお問い合わせはこちらまで。